メルパルク東京は東京都港区芝公園にある複合施設である。旧省東京郵便直近会館。旧郵政省により郵便貯金の普及、宣伝活動を行うことを目的として1971年7月に開業。1582人収容の多目的ホールと122室、あるホテル、結婚式場、宴会場、レストランがある。多目的ホールは テレビの公開収録やバレエの公演等に利用されている。1978年放送の第1回24時間テレビ愛は地球を救うのメイン会場として使用されたほか、1999年まで日本優先対象発表音楽会でも使用。2010年の年末ジャンボ宝くじ抽選会の会場でもあった。他に奇数年の体育の日に開催される。 日本ボディビル選手権大会も東海上で開催されている。2007年の郵政民営化にあたり、他の全国の郵便貯金会館とともに所有権が日本郵政に移動、愛称であったメルパルク東京が正式名称になった。その後は日本郵政の直営事業として運営されていたが、2008年10月に渡部ウェディングと定期建物賃貸借契約を結び、 その参加の運営士会社、株式会社メルパルクに運営が移管された。ありがとうございます。